ラシュモアは、アメリカ海軍のドック型揚陸艦。ホイトビー・アイランド級ドック型揚陸艦の7番艦。艦名は、サウスダコタ州、ブラックヒルズのラシュモア産国立記念公園にちなんで命名された。その名を持つ艦としては2隻目である。ラシュモアは1987年11月9日に、ルイジアナ州ニューオーリンズのエイボンデール造船所で寄港され、 1989年5月6日にメレディスブロコによって命名浸水した。1991年6月1日に収益する。艦の最初の任務は3隻の上陸用集艇をフロリダ州パナマシティからカリフォルニア州キャンプペンドルトンに送り届けることであった。途中でラシュモアはジャマイカの港を訪れパナマ運河を通過パナマのロットマンに寄港した。 キャンプペンドルトンに続いて母校のサンディエゴに到着した。最初の半年間の配備中に、ラシモアはオペレーションレストア・ホープに参加、ソマリアの海岸上陸の戦闘に立った。史上最大の人道支援作戦であるレストア・ホープでは、ソマリアの難民たちに食料と医療援助を行った。1994年のウエストパックへの参加は1年前倒しで行われた。 ラシュモアは4週間だけの参加の後、ケニアのモンバサ沖からオペレーションサポートホープに参加、ソマリアのユスロ再配置、オマーン及びアラブ首長国連邦との合同演習にも参加した。この間にラシュモアは舞台功績賞を受賞する。1996年には多くの訓練演習完了後にブルーイー及びバトルイーを受賞している。この間の演習では、 教習揚陸艦、タラは率いる揚陸準備グループ、第13回用遠征部隊と共に行ったタイでの、コブラゴールド96、ヨルダンとのインフィニティムーンライト、サウジアラビアとのレッドリーフ、クウェートとのムアックス96が含まれる。1996年は、メキシコのマサトラン広報訪問で活動を終え、ラシュモアは2度目のバトル E を受賞した。ラシュモアは、ゲーター17、 スマートシッププログラムのテストプラットフォームに指定された。艦は仕事量と人員配置を縮小するためのいくつかの新技術が導入された。ラッシュモアで行われたテストの結果はサンアントニオ級ドック型輸送揚陸艦の運用に反映されることとなる。プログラムは1997年末に終了した。1999年にはペリリュー率いる揚陸準備グループ、 第11海洋遠征部隊と共に、アラブ首長国連邦とのオペレーションアイアンマジック、サウジアラビアとのレッドリーフといった多国籍演習を行っている。2006年時点で、ラシモアは、ケイサル s、SO、オコーナー艦長の指揮下揚陸グループ3に所属する。ありがとうございます。